はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、カートップ50周年記念日産 GTR ニスモを紹介していきます。はい、しっかり見ていきます。ボディカラーはパールホワイトだね。で、正面から見ると GTR のエンブレムがあるね。で、フロントのところのこのスポイラーの赤いラインが、これがかっこいいね。で、ヘッドライトはクリアパーツになってます。で、横から見るとカートップ50周年のロゴだね。つくばサーキットってプリントされてあるね。下のエアロの部分も赤いラインが入ってるね。で、後ろの方は GTR ニスモ日産のマークがプリントされてます。テールランプは赤の塗装だね。で、このマフラーの周りとかこのエアロのラインとかすごいかっこいいね。で、リアウィングは樹脂パーツになってます。で、反対側はこんな感じだね。50周年のロゴとこの辺りのデザインがちょっと違うね。で、全体的にシールとかはなくて全部こうプリントされてるデザインになってるね。すごくいいと思います。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、あとドアが開閉します。で、運転席は助手席もバケットシートになってるね。で、シャーシの方は日産 GTR ニスモ2016年のシャーシになってます。で、箱の方は正面のパッケージに GTR の写真があって、カートップ50周年記念日産 GTR ニスモで、ここに50周年のロゴだね。ここにツタヤのロゴが入ってます。で、横の方はこんな感じだね。で、後ろの方は一応非売品ということになってるよね。雑誌の付録ということになってます。はい、ベーシックトミカの GTR を並べてみました。で、こっちのシルバーは GTR の初回特別仕様のバージョンだね。で、正面から見るとそうだね、ニスモバージョンと違ってエアロの形が違うね。そうだね、横から見てもこういうところのエアロの形が違うね。で、後ろの方は、はい、こんな感じで後ろの方もエアロの形が全然違います。特にリアスポイラーが違うね。で、こうやって比べてみるとニスモバージョンっていうだけあって特別感があるね。はい、今日はカートップ50周年記念日産 GTR ニスモを紹介してみました。で、このトミカはツタヤ限定のカートップ創刊50周年記念特装版っていうのを買うとついてくる付録だね。で、定価自体は1500円ぐらいだったかな。でも今からこれを手に入れようとしたらやっぱりこれも店頭ではもう売ってないんじゃないかな。で、オークションだとメルカリとかヤフオクでだいたい2000円前後ぐらいで取引されてました。で、このトミカすごい注目度が高かったからネット予約が多かったね。で、店頭にあんまり在庫が入ってこないっていう感じになってました。で、今回も入手して満足して開封せずにそのままになってました。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。